反射は、光や音などの波がある面で跳ね返る、反応のことである。紐や弦などを振動させると、その波は周囲に伝わっていく。その時終端において反射が起きる。反射は終端によって2種類に分けられる。光の反射の説明図法は物体に当たると特殊な場合を除いて表面で跳ね返る。これを、光の反射という。光の反射には、 光が一方向に跳ね返る鏡反射と四方八方に跳ね返る乱反射がある。鏡反射では反射する光の入射角と反射角は等しいという反射の法則が成り立つ。入射角と反射角はそれぞれの光の進行方向と境界面の水線との間の角度として定義される。説明図における左のアルフーが入射角、右のアルフーが反射角である。 なお、歴史的な事情から、電気工学から発展した電磁気学においては、この入射角と反射角が反射面に対する角度として定義されることがある。ただ、いずれにしても、入射角と反射角が等しいということに変わりはない。完全に滑らかな面では一定の方向から入射した、光は一定の方向に反射するが、現実の物体では必ずしもそうなっておらず乱反射する。 完全に滑らかではない物体における反射を表す。モデルとして光学分野やコンピュータグラフィックスでは双方向三乱面反射率分布関数や双方向反射率分布関数など様々な反射モデルが利用されている。屈折率が異なる物質間の境界面に光が入射した時には一定の条件を満たすように反射光と透過光が生じる。この 一定の条件とは、波動ベクトルの境界面に平行な成分は、角光において等しい、電磁界・次回の境界面に平行な成分は、境界面の両側で等しい、電速密度、磁速密度の境界面に垂直な成分は、境界面の両側で等しいである。反射角、屈折角に関する法則や、反射率、透過率に関する法則は、この原理から導出される。 電気の通信炉でも反射は起きる。電気のパルス波を金属の通信炉に入れると、通信炉の終端において、パルス波が反射する。この時、最適な電気抵抗を終端に入れることにより、反射を防ぐことができ、最適な通信が可能となる。ABC、反射鏡ってのにカノングローバル、2019年10月13日、閲覧。ありがとうございます。